何変わりません、うん、めっちゃ大事、ね、何が一番大事アイメイクで。え、でもアイラインです。私そうやんな、めっちゃ変わるよな。まつげよりアイラインで変わるなと思いました。めっちゃ変わる。いやー、みちゃぴーとみちゃぴーどっちが正しいの？アイラインなかったらこんな目なんすよ。ちっちゃいイが正しいです。みだいぶ変わるくない？ちいやわかる？ちっちゃいイです。だってここの幅分さなくなってるからさ。ママは坂田にそっくり。こんばんは。なんか似てるって言われるんですけど自分では思わないですね。隣にはさかたんです。みちゃぴーみちゃぴーみちゃぴーかわいい。急におとなしくなるって言われました。緊張しました。さっきまでみたいに喋ってどんな感じなん？どんな感じ。でもまあ自分の話してコメント読んでみたいな。そらそうやな。お話し会とかどんな感じなん？でもする系は苦手です。あ、そうなんや。どんな感じ？私とか、うん、かわいいでしょ。本当にかわいいの。友達みたいな感じ？友達みたいな。そうですね、なんか、うん、でもまだ未だにお話し会慣れてないです。あ、そうなんや。めっちゃ緊張します。こんにちは。あ、カズさん、タカありがとう。今日は夢中ライブ公演、昼夜ですよ。合間です。かわいいね。かわいいの、本当に恥ずかしい。めっちゃ緊張する、ほんまに。かわいい。めちゃぴーやだよ。めちゃぴー髪型いいね。さっきの昼公演はね、これのストレート内巻きバージョンやったんですけど、ちょっと巻いてみました。巻いた方が良かった。好きな人おる時の反応すなとか言われました。好きな人ってこと？やった。緊張、もうほんまに緊張しちゃう。かわいい。かわいい。みかなさんに坂田の部屋見せた。絶対ダメです。そんなに汚いの？でも、ほこり系の汚さじゃなくて、うん、こう、一回来て、あ、やっぱこの気分じゃないなっていう、うんうん、脱いだ服がめっちゃ積み上がってる感じ。それはわかるかも。でも分かります。服ってな、直すの面倒いもんな。そうなんですよ。でもめっちゃ綺麗好きですよね、みかな。そうなんよ ね。え、足の踏み場ない系？え、なかったです。なかった。ベッド行くまではあります、うん、でもどういうこと？なんかもうなだれみたいになって。あ、でも片付けました、うん、あ、片付けたんや。片付けてくれました、お母さんが。多い。片付けに行ってあげたいな。いやいや、入れないと思います、私の部屋は。汚すぎて。汚すぎて。本当に汚い。意外やな、めっちゃなんかちゃんとしてそう。いや、なんか綺麗やったんですけどね、もともと。なんか急に汚くなりました。でもいいよ、ギャルはね、部屋汚い方が可愛いから。そんなんあるんですか？あるよ。部屋汚いギャル大好き。可愛い。意外すぎ。本当に汚いんですよ。一回ね、モバメで汚すぎて送ったことあるんですよ。え、部屋を？ちょっとでも、うん、さすがに汚すぎてモザイクかけたんですけど、うん、ビフォーアフターで。あ、なるほどね。なんか疑われてたんですよ、うん、ちゃんと片付けしたのかとか、うんうんうん、なんかしたら報告しますって言って、うん、でもこう嘘でも言えるじゃないですか。そうやな、部屋片付けた証拠写真みたいな感じだから、もう本当に信じてもらいたくて、うん、こう部屋の隅っこ行って、こうやってめっちゃ広角で写真撮って、そんな丸々？でも丸々やば。でもちょっとある程度モザイクとかぼかし入れて、何がそれ映ったかも。映ってる。あ、大丈夫です。あ、大丈夫ね。ビフォーアフターも場面で送りました。へ、すごい。え、嬉しいんちゃう、そんな推しメンの部屋見れるの。ミラナ絶対部屋見せたくないからさ。なるべく
ビニール袋たくさん写ってた。そう、あ、掃除した全部出た、うん、ゴミ袋が。そうなんや。そう写ったらあかんもんはないですよ。大丈夫、ちゃんと下着とか隠した。大丈夫です、ちゃんと隠しました部屋綺麗そうやのに。それはめっちゃよく言われます。うわ、メイクになりましたメイク、メイクに行くらしいです。坂田メイク行きます、バイバイって。かわいいかわいい、ぼかしてもわかる汚さ汚かったね、あれは。じゃあ、あれ読みます。隣もかわいいって。ね、かわいいでしょ美しいです、かわいいね13位、タカさん、先生の声が、そう、ありがとうございます。お先生でした。12位、キニャンさん、キニャンさん、ありがとうございます。あ、リサミカニャンの部屋もギャル感あって。11位、岡ちゃん、岡ちゃん、ありがとうございます。そんなことないよ、全然。10位、雄大さん、ありがとうございます。色もなんか可愛いと思うのは。9位、ななみちゃん、ありがとう。ピンクとか。8位、ベーさん、デカワンコ知ってますか、ドラマの。7位、慎吾さん、やつ、ありがとうございます。あの部屋がめっちゃ可愛くて、ああいうのにしたいけど。鳥親父さん、さすがにちょっとね。ありがとうございます。飽きそうやから。5位、野原慎之介之介さん、ありがとうございます。勇気出ないっすね。秋葉さん、ハーフツイン見に行きます。お、夜はハーフツインなのかな、どうでしょう3位、ずんだもちさん、ありがとうございます。2位、カズさん、公演楽しかった。あ、ありがとうございます。よかった。そう、デカワンコめっちゃ可愛くない。1位、ゆいさん、てかありがとうございます。ロリータみたいな感じで。じゃあちょっとメイクに呼ばれたので行ってきます。行ってらっしゃい。あ、りがとう。あ、どうも、山本です。ありがとう、坂田です可愛い。じゃあ行ってきます。ありがとうございました。ありがとうございます。可愛い、行ってらっしゃい。よし、夜もそんな髪型ですか。夜がこの髪型ですね昼はこれのストレートで、うち毛先打ち入れにしてました。なんか今日はね、ポニーテールとかする気分じゃなくてね、どうもおろしたくね、マジさ、片目アイライン引いてないけど大丈夫、これ大丈夫ですか。そんなわからんか、別に。めちゃピー配信からごめん、ありがとう、すいませんね、急にお邪魔しちゃって。めちゃピーの配信にまつげ長いでしょ。でもこれでも短くなったんですよ。しもっと濃かったし、もっと長かったし、もっと多かった。この辺とかめっちゃ減ったもん。この辺もめっちゃ減った。いや全部やないかって。もっとね、濃かったんすよね。長いよね。なんかこの前お姉ちゃんに、なんかすっぴんの状態の時に、なんか目変わったみたいな言って、いや何もしてないって言って、あ、まつげかって、まつげめっちゃ、まつげでめっちゃ変わるねって、めっちゃ可愛いって言われた。そのくらい伸びましためちゃいけないで、ナオの反撃を抑えてたの。そう、いつもミクナがナオシンシンのことなんかうわーみたいなするんやけど、今日はなんかね、あっちがしてきてね、抵抗してやった
まつげ美容液変えてない、変えてない、ずっとあれラッシュアディクトは。なおですか、もしかして。なおですか。え、なお、今なおの話してたんです。なおの話してた、うん、何の話。それは内緒やな。え、何の話ですか。なおの話してた、それは言われへん。言ってみんな教えてください。絶対に、何、絶対に言われへんな。ミカニャンがショールームしてるなんて。いつも言ってくれたショールームしてた。見たことないもん。なんでよ。初めて見た。嘘や。毎回言ってくる。するんや。するよ。なおです。読んだことないやろ。なーちゃんみーちゃんやもんな。でもほんまに信じてる人いるから。そうなの。言ったら言われないやもん。なーちゃんみーちゃん、なーちゃんみーちゃんって呼んでる仲やもんなって言われる時たまにやるから。呼んだことない。全てフィクションで。なーちゃんみーちゃんですよ。新沢、新沢やもんな。新沢山本で、うん、呼んでるから裏では。そうだ、うん、この人入ってすぐから山本って後輩やのに。山本舐めた後輩、うん、呼ばれてた。え、マジで可愛い。え、なーちゃん、なーちゃん可愛い、なーちゃん可愛い、なーちゃん可愛い。え、でも今日よしよししたら嫌がられた、メカニャンに。なんか急にされたからびっくりしちゃって蹴取っちゃった。山本。え、何の話してたか誰も教えてくれへんねんけど、うん、それはちょっとね、ねえみんな、え、C ですよ、悪口ってこと。悪口言ってた、悪口言ってた、うわ、どうかな。ちょっともう今日顔見んとこ、いかにあんなとこだけ。ひど、絶対。シンシンってな、こうやってな触ったらガチで嫌がんのよ。え、だってなんかミカニャンにされるのがちょっともう嫌や。ミカのやから、うん、そういう特に嫌や。なんで、なんで特に嫌や。なんで、なんかもう食べられそう。どういうこうやってやったらやめてみたいな。やめて、ガチで嫌な顔されるから。でも逆にやりたくなるよ。そうや、だって喜んでたら気持ち悪くなる。だいたい喜ぶやん。いや、いや、いややろ。え、でもなんかみんな喜ぶやん。喜んでみたいなやるやん、ね、女の子って。喜んでる、みんな喜んでくれるよ。嘘やん、うんってやってくれるのに。やめて。じゃあ今度から。キモい、キモい、キモい、キモいな。嫌がるからもっとやる。あかんやん、逆効果ってことじゃん。そうそうそう、じゃあ喜びたいと思うよね。ガチで嫌な人やん。ほんまにやられたくない。反応分からへんもん。まあな、うん。パンダのくせに。どういうこと。パンダのくせに。新しい。みーちゃんはよくなーちゃんのことなで最近するよね。みーちゃん、みーちゃん、うえ、嫌がってるやん。喜ばな。自販機みんな買ってるのバレてるやん。ここしかないもん。え、そう、こう自販機、ここに売店とか作ったらめっちゃ売れると思う。めっちゃ売れるな。多分多少高くても買うよな。買う買う。だって外出られへんもん。そう、誰か店出したら。出そうかな。ガッポガッポでしょ、うん、ドンキで安く買ってここで倍の値段で売ろうかな、うん、でも多分みんな買う。ね、買うよね、うん、
いいコンビ、いいコンビな。そうやん、めちゃくちゃ悪いコンビやで。最悪コンビ。最悪。なおは山本さんのどういうところが好きですか。なんでよ、うん、なんかカップルやと思われてるんじゃなおたち。だってよしよししてさ、うん、お好きなとこ聞かれて。激気象配信やから今日。激気象配信の。ラブラブカップル配信。うん、なあちゃんみちゃんやもん。でどこが好きですかって。どこが好き？うん、やっぱな、うん、なんやかんや。うんあ、ツンデレ、ツンデレのとこやっぱツンデレやん。ツンデレが好きなんやね、うん、なんか日常会話がおもろいからマジ、うん、もう会話を配信できて嬉しいわ。ちょっと照れるな。なんか照れる、やめて言っちゃったやばい。ちょっと照れるな。どちらから告白したんですか。どっちだったっけ。え、どちらからともなく。あ、なんか雰囲気、そういう雰囲気になってみたいな感じ、うん、そう。ミカナオやって。ミカナオ、確かに繋げれる。ミカナオでもちゃうで、なんやっけ。新山、新山や。いつも忘れちゃう。新山口駅で降りるからみかないつも。あ、そうや、言ってたな。新山、新山なんで、うん、ラブラブなんです。そう、新山と間違える。新山、よくさ新沢さんって間違えられてない。うん、間違えられる。めちゃめちゃ間違えられる、ね、早く解明したい。何が良かった名字。え、もう、あ、だから新沢で。あ、新沢がいいんや。あ、ほんまに何でもいいやったら、うん、もう田中とか。え、わかる。え、なんで山本いいやん。いや、いいんやけど、うん、なんかもっとさ、うん、溢れてるやつがいい。え、山本よりも伊藤とかさ、加藤とか。え、なかなか溢れてるで、山本。溢れてるんやけど、うん、もっとそう、伊藤とかめっちゃ可愛くない。あ、伊藤いいよね。伊藤、鈴木。あ、鈴木なんかちゃうな。じゃあ分かった。伊藤がいいよな。でもな、なんか伊藤顔じゃないわ。ほんま、うん、田中顔でもないの。でも美香の生田っぽくない。あ、っぽい。前さ、あの、うん、そ、あの劇、ね、即興劇、そう、あーあー、うん、生田役しててさ、うん、あ、っぽいわ。そう、自分生田かと思った、うん、役に入りすぎて。生田だと思ってるから、うん、確かに生田でもいける、ね、生田顔じゃない、うん。生田美香菜ってなんかなんかキモいけどな。キモくはないけど。おいは生田顔、生田顔。シンシンは何顔やろ。えー、なんやろ、なんやろな。田中ではないな。田中ではないな。え、でも全然鈴木とかでもいける。あ、でも確かに鈴木顔かも。言われてみれば鈴木っぽい。鈴木と生田、鈴木と生田ですぽいってあるよ。あ、山本っぽい。佐野。あ、佐野ありえる。なんか指し数なんよな、うん、斉藤もいけるね。斉藤っぽくない。でも鈴木がすごいめっちゃしっくりくる。鈴木、鈴木、鈴木と生田で、鈴木と生田で解明します。はい、ミカナはミカニャンしか無理やわ。ほんま、似合わへん。全国のミカナに謝れよ。ね、出会ったことない。おるんかな。え、でもね、同じ名前ですみたいな。え、すごい。初めて会いましたみたいな。コメントくれる人とかいる。同じ漢字？いや、漢字は分からんけどミカナって。おるんや。ね、びっくりした。ミカナ。別の字。確かに字によってはおるんか。あ、清水っぽいかも。え、清水、うん、嘘、清水、なんかそういう爽やかな
新沢も結構爽やか系じゃない、うん、なんかちょっとザバザバしてるザバがついてる新のいいんやけどザワがちょっとあれかちょっとザワついてるから新なお新なおちょっとザワつきいらんのなおもぽくないねんな。でもえ、そう、うん、なおっぽい。え、うそ、言われたことないな。なおっぽいとか言うことあんまないやろなおっぽいアミっぽい。あー、わかる。え、なんかアーとかつきそう。え、ほんま、うん、ナオっぽいと思う、ほんまに、うん、なんかナオって男女兼用の名前やん。あー、確かに。なんかそれがなんかぽくなく感じる。あもっと女の子らしいの。なんか女の子らしいっていうか、なんか気強そうな名前とか似合いそう。うん、気強そうな名前って何や。ちょっと分からんけど、リカ。あー、リカっぽいそう、なんかそういう。ごめんな、全国のリカさん。リカさん、リカさんに言われてやんない。でもリカって気強そうじゃない。めっちゃ確かに。セリナ。あ、確かに。えー、なんかちゃう。でもセリナっぽくはない、うん、静かは絶対気強くないよ、うん、だって静かちゃんやもん。あ、あやかとか。あー、ない。あー、うん。そう、なんかもっと気強そうな名前が似合う気がする。まあいいか。ワドテル。夜声の髪型ですか、それは。え、ほんまや、お披露目してしまった。あ、みんなイカニャンの配信でラッキーやな。え、メイク直せしたよ。したよ。してこれ。え、変わってないやんとか言わんといて。ツインはもうせんな。え、なんで似合わんか。え、どこが似合ってるやん。いや、でも確かにポニーしかせんもんな、うん、ミカニャンに似合わへん髪型なんかないやん。全部似合わん。え、ほんまに。これほんまやって。ちょっとほんまに。いや、これほんまに真剣に坊主にしたいな。でも坊主似合うと思うなんか嫌。坊主絶対似合う。でも冗談でメイクさんとかにちょっと坊主にしようかなとか言ったら、うん、え、でも似合うと思う。え、そう、そう、笑ってよと思う。ほんまに顔だけやん、うん、なんか女優さんとかでたまに坊主におるな。そうとか似合ってる人とかおるかな。似合いそう。ミカニャンもごめんな、坊主にしたらみんなそれでも離れんといてほしい。めっちゃおもろいな、なんか人魚のバカンスとか。いやいや、絶対もう嫌やな。いやだ歌いだし。いやだ、気持ち悪い。しかもあの曲可愛い声で歌わう、うん、曲やから、ね、余計にやしなおかそう、ウィスパーボイスみたいな。ね、うちらさ、めっちゃさ、うん、ウィスパーボイスやからさ、うん、うちら二人の歌わりめっちゃさ、うん、なんかかすれてない。え、待って、うちら二人の歌わりなくない。あの恋愛とかさ。ああ、そういうことね。そう、確かに。え、なんか弱いよね、うん、何やっけ恋愛の歌わり。怖いものなどなかったみたいなとこ。ああ、待って、何もないあの頃は。怖いものなどなかった。あの頃は怖いもの消えそう。そう、何もない。ほんまにほんまに何もないから。怖いものしかなさそう、うん、
そう、ほぼ吐息吐息、銀河のバカンス立った時初めて、うん、これや自分の歌声に合うのってなった、ね、うんうん、めっちゃ合う、ささやきそう、なんかゲスとか、うん、自分がやったら歌声絶対合わへんやろなって。ゲスやったことあるっけ？ないない、ないか、みたいな、二人でやりたいゲスないかすれてるゲス似合わんすぎあ、シンシンが娘にしたいメンバーは、聞いてないな、さっき。え、ミカニャンに聞いたっけ、娘にしたメンバー、サカタン、シンシンもサカタンやねんけど、うん、でもサカタンってなんか守ってあげたい感ない？え、わかる、なんかじゃあ2人で育てる育てよ、どっちが産む、どっちがもう結婚してるやん一緒に育てよう、じゃあうちらの子供ってことで坂田娘、はかない、あ、そう、なんかアイドルはかないなみたいなのめっちゃ感じるし、うん、なんかがむしゃらに頑張ってるのがなんか守りたくなる、わかるわなちゃみちゃん夫婦ね、じゃあソロオワです。うん？ソロオワです。あ、ソロオワですか？うん、ソロオワします。ソロオワらしいです。ソロオワなので皆さんありがとうございます。夜公演来る方はお待ちしてます。はい、なちゃみちゃんの掛け合いが入れるかもしれない。殺すって。やりづらいわ。じゃあ終わりますね。ランキング読みます。一緒に読んであげて。いいんですか？13位よっさん。12位野原しんのすけのすけさん、11位トップティーの和尚さん、10位みよっち、9位ゴンちゃん、8位シャドウさん、下手やな、うるさいな7位しきさん、6位山ちゃん、5位大輔、4位まりちゃん、3位けんちゃん、2位エレンちゃん、1位ずんだもちさん、お、ありがとうございます、ありがとうございます。スクショタイムせな、スクショタイムとかしてないよな、え、すんの、せえへんの、え、すんの、日によるけどしとき、せえへんよ、何したらいい、じゃあポーズ教えてよ、じゃあツインテールしてこうやって持って、ひみこ様違うちゃんとやって、ひみこ様ありがとうやだあ、いいね、もうしてくれないらしいんで、もうしないです、うん、レアや、ひみこ様違うすぐふざけるほんまにをしました、しましたね、みんなしたよね、ひみこのみになったけどいいのやだあ、いいね、いいね、はい、2人でのじゃないですか、スクショタイムもするよ、する結婚しました、結婚しました、結婚しました、あの広めてください、はい、拡散希望です、はい、なちゃみちゃんです、なちゃみちゃんよろしくお願いします、はい、それではありがとうございました、またはい、あ、おはようございます、またやりたいと思います、ありがとうございます、バイバイありがとうございます